当に美味しいな、これ。こんにちは、皆さん。今日はですね、タピオカミルクティーを紹介しようと最初思って考えてたんですけど、ちょっと外に行って買い物にしてきたら、いや、タピオカミルクティーより僕おすすめするものがあるんで、それを紹介したいなと思います。こちらです。じゃじゃん。もうちょっと飲んじゃったんですけど、こちらですね、パパイヤ牛乳です。タピオカミルクティーのお店には大抵売ってないんですけど、フルーツの、文字が首位号っていう文字があったところには、まあ大体ある。このパパイヤ、ムーグア乳奶ってやつですね。ではまあ、まずどういう味なのかちょっと飲んでから紹介します。ああ、美味しい。もうシンプルに